こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はイザメシ5年保存水、いつでも美味しい、どこでも美味しい、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。ですね、シンプルなこのラベル、透明感のあるラベルで、5年保存水、2011年のですね、3月11日に起こりました、東日本大震災以後、備えるということに対してのですね、国民の意識がですね高まったのは事実で、特にですね関東ではですね水パニックと呼ばれるものもですね、震災後に起きたんですね。金町浄水場というですね、東京周辺のですね水がめになっている浄水場から、基準値を超える、放射性要素が検出されてしまったということで水道水が使えなくなったんですね。その時にミネラルウォーターがですね全く手に入らなくなり、やっぱり保存しておく、備蓄しておくっていうことに対しての、気持ちが高まっているのは確かですね。それ以降ですね、いろいろな、メーカーからですね保存水っていうのがですねラインナップに加えられて、今に至っているという感じですね。こんな感じですね。あ、値札がついてます。162円ですね。これは、このシリーズは保存期間が長く災害時の備蓄用として適しています。大掛かりな調理をしなくても美味しく召し上がっていただけるのがポイントです。3日間の備蓄目安は水9リットル、1日3リットル ×3日、主食9食、1日、1人当たり3食 ×3日、例えば会社であればこれを全従業員用の人数分用意しておくと安心ですと書いてますね。やっぱりですね1日3リットル、2リットルから3リットルを3日間、3日間というのは確か救助が来るまでの3日間だと思いますけども、それぐらい備えておくのがいいということですね。もちろん自宅とか会社であればもうちょっと多めに、備蓄しておくのも手だと思います。ですね、製造者が秩父山水株式会社ですね。販売者が杉田 S 株式会社。この杉田 S 株式会社っていうですね、販売者は、一見ですね、全く関係ない業界にあるような、建築金物とかを扱うですね、商社ですね。上場企業です。それがですね、私、何かの記事で日経トレンディーかなんかだと思いますけども、このイザメシ、備蓄用の、いろいろなこの食べ物とか飲み物ですねを扱っている、そして、東京の青山にですねアンテナショップがあるということでですね、私実際行ってこの製品を買ってきました。この備蓄用の製品イザメシシリーズ、こういうものもあるんですね。こういうわかめご飯、こういう、なぜわかめご飯を買ったのかちょっと私もよくわからないんですけども、なぜかこれに手を出してしまいました。この水をですねこの中に入れれば、常温でもですね、美味しく食べることができると。まだやってないので味の方はちょっとレポートできないんですけども、いつかやってみようかなと思います。で、そのイザメシシリーズの他にもですね、いろいろこうなんていうんですかね、部屋を彩る、いろいろな製品がありまして、見ているだけでも楽しい店でした。青山が行動範囲の中にある人はですね、ぜひ行ってですね買ってみてください。それでセットになっているものもありますので、それを通販で買うということもいいんじゃないかなと思います。気になる方はですね、リンクとブログからも行けますし、自分でイザメシというのをですね調べていただければですねすぐ出てきますので、調べて、試してみてください。よろしくお願いします。あ、そうそう、言うの忘れてましたけども、私この製造者ですね、秩父山水株式会社というところはですね、工場見学はしたことがないんですけども、この近辺はもう本当に何回も通ったことがありますし、実際工場の前にもですね、行ったことがあります。とてもいいところですよ。やっぱり秩父というところは水どころで、この秩父山水株式会社の他にもですね有名な企業があったりしてですね、いろいろな製品を世に出していますので、ぜひこの埼玉の水っていうものですね、秩父の水っていうものを味わいたい人も、この5年間持たせるという目的ではなくてですね、水を楽しむという目的で買ってもいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。